皆さんこんにちは、ワンダリクリフィッシュです。では今回はゲレンデをジオン独立戦争期ジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回はね、序章一週間戦争を始めたというところで、プレイの方を進めてきましたが、今回その続きになります。一週間戦争についてはですね、操作できる内容はすごく少なくなっていますので、前回に続いてですね、サクサクサクっと、ここを攻略していきたいと思います。グラナダに部隊が到着しました。作戦の指示をお願いします。ではグラナダに部隊が到着しているようなので、グラナダの制圧戦を行っていきましょう。トワニングが率いている第5軍になりますね。ここはどうしようかな、いくつかあるようなので作戦の内容を見ましょう。九州と、これは雷撃ですかね。この2つはちょっとまだ今まで見たことないものだな。九州に関しては敵軍の回避がマイナス8、そして電撃ですね、敵軍の回避がマイナス12、必ず先行。あ、これ良さそうだな。策略ポイントちょっとあるので電撃を行ってみます。では出撃です。ではまず策略、電撃を実行していきましょう。敵の策略は攻撃陣形ですね。攻撃の命中率が上昇するとなっているので、こちらは確実にミノフスキー粒子を巻きながらその範囲内で、戦っていくのが良さそうですね。それなりの大部隊になってるな、敵もね。では我々第5軍トワニング大佐の部隊確認しておきましょう。まずはチベにはヘルシングが乗ってるだ。これ期待できそうな部隊ですよね。あとは核バズーカー搭載してるザクスの C 型、これ敵の数パッと見多かったので、場合によっては核バズーカーをぶっ放してもいいかもしれないですね。そしてサイクロプス隊がここに乗ってますね。シュタイナー隊、ちょうど YouTube のね、ガンダムチャンネルの方ではポケットの中の戦争やっていて、このサイクロプス隊の活躍がね、描かれているので、興味ある方いらっしゃったら見ていただくと面白いかもしれないですね。でガルシアはね、コクピットの中にヌードンの写真とか置いてますからね、なんか共感しちゃいますよね。はい、これがグラナダに進行する部隊ですね。ここは精鋭中の精鋭と言っていいな。さらにシーマにコッセルもいるな。コッセルはこの時点ではザクワンに乗ってるんだ。コッセルってどっちかっていうとね、リリーマルレーン、これの艦長を務めてるイメージがあるんですけども、ここではザクワンに乗ってますね。さらにシーマもいる。シームは強いな。指揮12、策略14、ではこれで進行していきましょう。核バズーカーもこの時点では撃ってもまだ南極条約締結前なので、何ら弊害はないと思いますので、このまま画面の中央に突っ込んでいってですね、核バズーカーをぶっ放していきたいと思います。では始めていきましょう。ではグラナダの中心部に到達しましたので、ここからですね、核バズーカーを撃ちながら敵を完全に沈黙させていきたいと思います。核バズーカーはマップ兵器になっているので、移動した後攻撃することができないので、移動する前にね、撃ってしまいましょう。レンジが2で、その周り1周分核の攻撃範囲になっているようなので、この範囲でね、敵の数減らしていきます。なのでこの周りに近づかないようにしないと、とばっちりを受けてしまうことも出てくるかなと思うので、その点だけね、ちょっと注意して進軍をしておきたいと思います。
では核バズーカ撃っていきます。まあやっぱり威力ありますね。すごく効率よく敵を排除できそうです。で核バズーカ撃った後は残りの敵をね殲滅していきましょう。で先ほどお話した通り核バズーカはですね南極条約の締結前であればまあ乱用しても問題ないんですけども、南極条約締結後にこれ使うと有効度がかなり下がってしまって良くないことがいっぱい起きてくるんで、まあ、核バズーカを撃つのはここまでと考えておいた方がいいかなと思います。惜しげもなくさらに核バズーカをぶっ放していきましょう。では最後にもう一発核を撃ってこのグラナダの制圧完了していきましょう。残ったか。巡洋艦が一隻残っちゃいましたが、まあこの一隻を撃破すれば終わりですね。最後の一隻、これは戦艦でしたね。なんでちょっと硬い。この時期の連邦軍の戦艦はマゼランだと思うんですけども、サラミスではなく戦艦マゼランだったんでちょっと硬かったんですかね。各一撃では残念ながら仕留めきれなかったというところですが、最後は袋叩きにして終わりにしましょう。これで、グラナダの制圧完了になります。閣下、連邦艦隊の排除とグラナダの制圧が完了しました。うん、サイド1、2、4への攻撃を開始させる。了解しました。連邦艦隊を撃破したジオン軍はブリティッシュ作戦で使用するコロニーを確保するためスペースコロニーに対する攻撃を開始した。わずかに残された護衛部隊が必死の抵抗を見せたもののモビルスーツの前になすすべもなく撃破されていった。なぜなぜこんなことを。私は私は知らなかった。毒ガスだなんて知らなかったんだよ。そしてわずか40時間の戦闘で3つのサイドは壊滅し28億もの生命が失われたのである。閣下、キシリア様から連絡を受け回線を回します。総帥、計画通りサイド2のコロニーを確保しました。うん、コロニーの状態はどうだ。攻撃による損傷はほとんどありません。あの戦いの中で、はい、ダブルG、海兵隊が独断で使用したと聞いています。まあいい。ブリティッシュ作戦の準備を急げ。了解しました。連邦軍もこちらの動きに気づきルナ2から部隊を発進させたようです。作業を急がせます。はい。ではまずですねグラナダを制圧した後の動きなんですけども、サイド1、サイド2、サイド4、これにいい攻撃を仕掛けてブリティッシュ作戦で使うコロニー、まあ、いわゆるコロニー落としですね、これに使うコロニーを確保したというところまでストーリーの方進んでいます。でここでこの動きに気づいた連邦軍艦隊がルナ2より発進、これと交戦するというのが次の作戦になります。では連邦艦隊との交戦に入っていきましょう。閣下、コロニーへの核パルスエンジンの取り付けが完了したと報告がありました。そうか、連邦もこれで終わりだな。ブリティッシュ作戦を開始する。各軍団に作戦の開始を通達しよう。
了解しました。ブリティッシュ作戦、30対1の国力の差を覆すジオン必勝の作戦である。これは愚劣なる地球市民に対する裁きの鉄槌である。神の放ったメギドの火に必ずや彼らは屈するであろう。強大な弾頭を溶かしたスペースコロニーは動き始める。目標は南米連邦軍本部ジャブロー。戦いは新たなる局面を迎えようとしていた。ではここで連邦軍艦隊と交戦してブリティッシュ作戦コロニー落としを完遂していきたいと思います。敵の艦隊はディアンブ率いる部隊だと思いますので、ここで確実に撃破していけるように、自分で指示を出していきましょう。戦闘を開始します。今回策略は棄戦ですね。敵の攻撃回避率が低下するという内容です。でティアンムの方が何を実行してきたかというと、攻撃陣形ですね。攻撃陣形にはこちらカウンターで確実にミノフスキー粒子を巻きながら戦っていきましょう。ではちょっとマップを確認して信号音ルートを確認します。敵はパッと見機影から見る限りサラミスが2、マゼランが1というところですね。ここはマップ中心部を通って快適次第敵に対して核攻撃も辞さない構えでいきます。では進めていきましょう。では予定通りの進軍ルートを進んでくることができましたので、ここでですね、核攻撃を行うための体制を整えましょう。ザク2の核武装タイプを3機まず進出させてますので、これをしっかり守り得るように展開していきます。撃破されてしまうと、元も子もないというのがありますので、撃破されないようにね、しっかり、護衛の部隊を展開していきます。あと忘れちゃいけないのがミノフスキー粒子の散布ですね。今回の敵の作戦が攻撃陣形ということで命中率アップのボーナスついてくるので、それに対抗するカウンターとしてミノフスキー粒子をねちゃんと巻きながら進んでいきましょう。ではティアンム中将にとどめを刺していきます。サイクロプス隊が肉薄している状態なので、そのサイクロプス隊でとどめを刺していきましょう。あと残っている、敵の戦力多くはないですが、これも駆逐して、このコロニー落とし完遂していきます。笑わせる。サイクロプスに挑んで相手はディアンム中将。ここを撃破できればこのマップもクリア目前ですよね。ティアンム中将はね、あの劇中ではソロモンの攻防戦でロズルザビ中将のビグザムに撃破された描写が確かあったかなと思うんですけどね。ティアンム中将が乗ってた船の名前何なんでしょうね。レベル将軍は確かアナン家だったと思うんですけど、ティアンム中将ぐらいの名のある、将官だと多分特別仕様のマゼラに乗ってたと思うんで、機関の名前まで決まってそうな気がしますよね。俺は間抜けではない。敵部隊の殲滅に成功しました。はい、敵部隊壊滅殲滅させています。閣下、コロニーが阻止限界点を突破しました。父上、コロニーが大気圏に突入します。これで終わるのかな。はい、
連邦に阻止する手段は残されていません。ご覧ください、連邦の砕かれる様を。コロニーは大気の層を突き破り地球へと落下を始める。この時ジオンは勝利を確信していた。しかし、総帥、落下中のコロニーが崩壊を始めました。コースが大きく外れていきます。お、ギレン、これは予測できなかったな。はい、しかし父上、このまま終わらすわけには参りません。気候はまだ続けるというのか。ジャブローを叩く以外に我らが生き残る道はありません。ブリティッシュ作戦は継続します。閣下、ドズル様から通信があります。回線を回します。聞いたぞ兄貴、コロニー落としを継続するのか。そうだ、ルームのコロニーを使ってな。ルームか、だが連邦も必死だ。今までのように簡単に勝たせてはくれんぞ。分かっている、可能な限りの戦力を投入せねばなるまい。ならば俺が先鋒を務める。重要な戦いだ、他の者には任せられん。頼んだぞ。はい、というところでね、時間だいぶ経ちましたので今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、まあ、いわゆるルーム戦役と呼ばれるルームでの戦い、この模様をお届けしていきたいと思います。